クレア・ブルームはイギリス・ロンドン出身。元女優。ライムライトに出演。父方からロシア系ユダヤ人、母方からポーランド系ユダヤ人の血を引く。幼い頃からバレエを始め、バレリーナとして舞台に立っていたところをチャールズ・チャップリンに見出されて、ライムライトのヒロインに抜擢された。1970年代以降はテレビ出演が主である。2010年の 英国王のスピーチに、主人公のジョージ6世の母である、メアリーを対合役で出演しており、健在ぶりを示している。2011年1月13日、英国王のスピーチで共演した、コリンファースのハリウッドウォーク・オブ・フェーム入りの記念式典に、トム・フーパー監督、ガイ・ピアースらと共に出席した。3度の結婚歴があり、俳優のロッド・スタイガーとの娘は、オペラ歌手になった。 3番目の結婚相手は小説家のフィリップ・ロスだったが彼とも離婚した。彼女は回顧録、人形の家を後にしての中で、ロスとの離婚は彼の性的な節相のなさが原因だったと告白している。ブルーム、クレール、リービング、エイドールズハウス、エイメモアール、バックベイブックス、ピアニッシモも1から2、ISBN0316093831。 オスカー有力誌のコリンファース、ハリウッドの殿堂入りアフップブニュース2011年1月14日。ありがとうございます。